どうも、部員のソドムです。今回は藤原の原西さんから制作依頼が来てるので、そちらのキットを作っていきたいと思います。今回僕が作るキットはこちら。HG のゼータガンダム。こちらのキットをガンダムベースで売ってそうな限定カラー風に仕上げたいと思います。このキット、発売したのが、なんと20年も前。びっくりです。では、ランナーを見ていきましょう。このキット、中学生ぐらいの時に確か作ったことがあるので、なんだか懐かしい気分。サクッと仮組みしました。では、気になる場所を見ていきましょう。合わせ目消しが必要な場所が結構あります。後はめ加工が簡単な場所は後はめ加工をしていきます。背中のバインダーは一度ばらして、必要な場所をカット。うまくできたみたいです。ハイパーメガランチャーはここをカットすれば後はめできます。ブレードアンテナがなんかもっちゃりした感じだったのでシャープ化したいと思います。エッジが出るように毛がいたりやすったりしてシャープ化していきます。あまり強度が落ちない程度にシャープ化しました。はい、それでは黙々とパーツをやすっていきます。思ったよりもパーツが多くて手間がかかりました。塗装に入ろうと思ったんですけど、こちらのビームサーベルと一体になっている手首パーツが気になったので改造します。ピンバイスで穴を開け、クリアパーツのビームサーベルをさせるようにしました。ちなみにこちらはロボット魂のビームサーベルを使っております。それでは塗装に入ります。関節部分はブラックとシルバーを混ぜたアイアン、本体の赤い部分はレッドにシルバーを混ぜたものを一度拭き、その上からクリアレッドを重ねました。本体のブラック部分はブラックとホワイトとツヤ消しとシルバーを混ぜて塗りました。マスキングを剥がすとこんな感じ。塗装した関節パーツを挟み込んだ太もものパーツの合わせ目を消していきます。塗装した部分にヤスリが当たらないように注意します。関節パーツをマスキングして再び塗装に入ります。本体の白い部分はホワイトを拭いた後ダイヤモンドシルバーを重ねました。本体の青い部分はブルーにシルバー、バイオレット、ホワイト、そして隠し味に蛍光ピンクを少々。あ、ちょっと入れすぎた。パーツを挟み込んだ脚部パーツの正面の合わせ目を消して、再びこの後青で塗装しました。本体の黄色い部分はゴールドで塗装していこうと思います。使うゴールドはこちら GX のブルーゴールド。この後さらにマスキングをしてゴールドの内側のブラックを塗装しました。脚部パーツの白い部分の合わせ目を消していきます。隙間にプラ板を挟み込んで余分な部分をカット。ヤスリで鳴らして再び塗装していきます。ビームライフルのマスキングも少々大変。ゴールドの上からマスキングをして、さらにシルバーの上からマスキングをして、ブラックとシルバーと少々ブルーを入れたアイアンで塗装していきます。では塗装し終わったパーツを組んでいきましょう。
ベータガンダムの完成です。それでは原西さんの元に向かってゼータガンダム行きます。